んどん進もうぜ。さあ行くか。頑張れランマ。だがミッチ助かるよ、ルナ。俺様最強。すっごいタイプ。頑張れ、ランマ。
どうだいベイビーたち。私はバイ公園セリナ、フリーの雑誌記者よ。俺はミチルで、こっちがランマ。セリナさん、女一人でこんなところを突き歩くのは危険だぜ。助けてくれたのはありがとう。でもこれが私の仕事だから。ちょっと待った、雑誌記者でこれが仕事？まさかセリナさんってバリバリロードの記者なのか？バリバリロードは日本で一番売れているヤンキー雑誌だ。改造バイク、改造車、改造チャリの特集に人気がある。バリバリロードに出てるバイクって特撮ヒーローみてえで超やべえよな。ああやべえな、あれは。あのね、勝手に話を進めないで。私が書いているのはジャーナル誌よ。危険な現場に身を投じてスクープをものにする、そんなデンジャラスな仕事こそ私にエクスタシーを与えてくれるの。ミチ、エクスタシーわかるか？そうの、けどよ、なんかエロい意味だった気がするぜ。エロい意味？やっぱそうか。それじゃあね、坊やたち。ミチ、俺デンジャラスな男になるわ。でエクスタシーするぜ。バカ言ってねえでセリナさん追いかけんぞ。あの感じじゃまた絶対トラブルからな。次行こうぜ次。やったね。大丈夫？ランマ。そうだ、どっか危険なとこ連れてってよ。私に任せて。力になるわ。やっほー、私も行く。さっさと始めようぜ。よし、おれおれ盛り上がって。やだ、行くぜ。我が拳。おお、今日も元気みたいね。いや、絶好調だろ。行くぜ。我が望みは。どんだけ強くなったかな。あの子可愛かったな。今までの記録ね。いらっしゃい。ナイス。いざ。いい感じよ、ランマくん。セリナさん、何やってんだよ。あら、ミチルくんにランマくん。私を追いかけてきちゃったの？ここは危ないから早く離れなさい。ほら、子供は帰った帰った。俺らはガキじゃねえし、女一人こんなとこに置いていけっかよ。気持ちは嬉しいんだけど邪魔はしないでほしいな。この島の取材は私が望んでしていることだから。そんなに危険な男が好きなのかよ。だったら俺もかなり危険な男だね。とてもそうは見えないけどな。例えばどう危険な男なの？チャリの二ケツとか余裕だし、まあ、乗せるのはミッチーだけどな、うん、ランマ、セレナさんは聞く耳持たねえ。こうなったらこの辺りのバイカーたちを俺らで片っ端からぶっ飛ばすしかねえな。そうだな、俺らがセリナさんを守ってやらねえとな。来た来た、武装したバイカーたちがすっごく大勢来たわ。このシチュエーション最高、デンジャラス。ゾックゾクしちゃうわ。
エクスタシー。セリナさんは放っておいて、やろうぜランマ。おや、いい感じよランマくん。キャー、頑張って。決まったわね。ファイト。もうダメ。応援どうもね。また連絡ちょうだい。ヒット。デンジャラスよ、ランマくん。ノリノリだぜ。助けるわよ、ランマくん。助かるよ、セリナさん。頑張って、ランマくん。ファイト。すげえな。
なかなかデンジャラスだったわね。やべ、じゃあ俺に惚れたって感じっすか。ああ、それはないわね、全然。え、マジっすか。だって二人ともまだまだデンジャラスが足りないもの。それにもっと強そうな子を知ってるし、どっちかっていうと惚れるならそっちの子かな。俺らより強い？そいつの名前は真田天明くん。さっきのバイカーたちのリーダーの子よ。だってよランマ、どうする？どうするもこうするも真田さんっての倒すしかねえだろ。なかなか私好みの展開になってきたわね。頑張ってね二人とも。私にデンジャラスをいっぱい感じさせて。やるじゃない。決まったわね。気持ちよくしてあげるわ、ランマくん。どんどん進もうぜ。始めるか。さあ、行こうか。オレオレ、剣行くぜ。ダックテ、見ろこのステップ。てめえら調子に乗んなよ。我が行くぜベイビー。我が上を満たせる者はいい。我を超えしも。頑張ってね。